ったりするよりも、もう自分の方が体大きかったらなおさらなんですけど、こう首の方に手を回して一本脇の手、こういう押さえ方もあるんですよ。そうすると、あの相手が半身になったり余計しづらいんですね。はい、こういう形、はい、押さえ込もうと思ったらこういう形が、すごい押さえ込みやすいんですけども、じゃあ総合で、じゃあなんでこうやって肩口からこうやって押さえ込むかっていうと、こういう形だとこっからいける技が全然ないんですね。はい、なんで今からやる腕絡みとかっていう技はすごい肩口から押さえ込んだ方が全然やりやすいんで、で何でも十字固めだとか、はい、あとまあ殴ったりだとかもこっちの肩口から押さえた方がすごい、攻められるパターンが多いんですね。はい、なんで今ちょっと最初こういう肩口からの押さえ込みを紹介したんですけども、はい、他にもこういう風に押さえたりとかっていう押さえ方も、基本の押さえ方が分かってくるとこういう風に押さえたりとかしても全然いいですね。はい、でちょっと今日は前に袈裟固めからの腕絡みやったんですけど、それは今度前は足で袈裟固めから腕絡みにかけたんですけど、今日は腕で、はい、例えば今こうやって逃げてくる相手とかがこうやって押してきますよね、エビとかウス、はい、こういう時に単純にパッと腕持っちゃったりして、はい、こっちをまず手首を持ちます。頭から近い、頭から近い方の手で手首を持ってまずこれを貼り付けちゃいます。で、この時にしっかりグッと押さえ込んでる時はこの時に腕に集中してグーって腕貼り付けることに集中して、また腰が浮いちゃったりするとまたブリッジとかで逃げられちゃうんで、しっかり重心グッと腹の下、はい、でこうして、でこっちの手をで自分の手首を持ちます。グッと持ちます。そしたらこれが広いと、角度が広いと決まりにくいですね。なんで手首と肩を直線でこう結んであげてください。これが上すぎたり下すぎると決まりづらい。それでしっかり決めるときにグッと引き寄せます。引き寄せる、そうすると鋭角になって決まりやすいっていうのもあるんですけど、さっきやった絞りですね。で相手の首しっかり押さえて、こうすると押さえ込みも強くなります。でしっかり相手が押さえ込まれている状況で、このままこっちの肘をグッと、こっちの手首を中に回転させます。これは手首をつけてグッと肘だけ上げても決まりにくいですね。しっかり空中に浮かしてあげてグッと、これがまた手だけでグッとやっちゃったりとかして、で下の人がブリッジとか打っちゃうと逃げられちゃったりするんで、基本は押さえ込み、しっかり相手を押さえ込みながらやることによって技も強力になるんです。ちょっとこれやってみてください。